まあ、ちなみにね、やっぱトヨタ車のこのベルファイアとセルシオカ、特にあのゼロ速度からの加速ってものすごくね、こう負担なくグイッと乗ってくるんですよね。高速道路の合流もすごくスムーズだし、本当にね1秒あったらもうなんか乗ってくるって感じですか、グイッと。例えにくいんですけども、まあこの加速は好きですね。まあだからといってね、別にね60キロ70キロ出すわけじゃないんですけども、初速から30キロ台40キロ台に行くのに本当に1秒ぐらいでスッと行くなっていうところですね。うん、これは好きですね。だからといっていつも急加速してるわけじゃないんですけどね、合流するときとか、そのなんですかね、ずっと停車中に車の流れに割り込むときとかね、割り込むって言っても変な割り込みじゃないですよ。スッと入るときって、もたついたら後続車に迷惑がかかるんで十分車間距離を取るんですけども、その上でもなるべく前の車にペースを合わせた方がいいじゃないですか。一応気使ってね運転してるんですよ、それでも。やっぱ YouTuber たちが悪いとかね、セルシオ乗りはちょっとね機嫌が悪いと思われたくないんでね。じゃあベルファイア行ってきます。